されコミュニティ道路を整備する陸上自衛隊国際連合南スーダン派遣団は南スーダン共和国に展開する国際連合平和維持活動の一つ。2011年7月9日に北部スーダンから分離独立した南スーダン共和国の平和維持活動を主任務とし、司令部を首都ジュバに置く。約7000名からなる。 シアニ持お及び施設整備部隊と、警官約900人を加えた8000人規模で構成され、市民保護目的の武力行使が認められている。南スーダンでは、日本の NGO が、医療や教育、農業などで多く活動している。独立したばかりの国であるため、国際支援は、政府の統治機能を作ることや、農産物の生産性を上げることからも重要である。 自衛隊の南スーダン共和国の派遣については自衛隊南スーダン派遣を参照2011年7月8日にアミスの設立を定める国連安保理決議1996が採択されたさらに2012年7月5日に国連安保理決議において活動期間を1年延長することが採択された2012年12月22日に ジョン・グレー州において、南スーダン軍が、派遣団のヘリを、反政府勢力と誤認して攻撃し、ロシア人4名が死亡した。2012年4月になり、南スーダン軍が、スーダンのコレドファンにある、ヘグリグ油田を占拠した。4月12日には、スーダン軍が、南スーダンの都市を空爆し、死傷者が発生する事態となった。 国際連合安全保障理事会は全面的な戦闘に発展する恐れがあることから両国に即時停戦を強く求めていたが2012年4月16日にスーダン国民会議は南スーダンを敵とみなす決議を採択し4月18日にはスーダンのオマルアルバシール大統領が南スーダンを同国与党のスーダン人民解放運動から 解放するとの宣言を行った。2013年4月9日に、ジョングレー州で、PKO 部隊が、武装集団の襲撃を受け、インド人、兵士5人と、南スーダン人の民間人7人が死亡、兵士5人と民間人4人が、負傷、数人が行方不明となった。2013年12月14日に、首都、 ジュバでクーデター未遂事件が発生し、その余波で、ジョン・グレー州、アコボ軍に駐留していたインド軍部隊が、ヌエル族の襲撃を受け、インド兵3人が死亡した。2016年7月8日から11日に、ジュバで、激しい戦闘が発生し、その対応において派遣団内に、大きな混乱が見られた。後の調査では、近くのホテルで襲撃された職員からの、 救援要請があったにもかかわらず、平和維持部隊は持ち場を放棄して対応しなかったこと。また、中国の部隊が任務を放棄した他ネパールの部隊は、国連施設内部での略奪を止められなかったことが挙げられている。これは、PKO が国連加盟国である南スーダン政府軍との交戦を避けたものと考えられる。この事件を受け、 国際連合安全保障理事会は8月12日に国際連合安全保障理事会決議2304を採択しアンミスの励下に4000名規模の地域防護部隊を新設したこの結果を受けハン・半期分事務総長により同年11月までにケニアのジョンソン・モゴア・キマニオンディエキ司令官デンマーク出身のアンミス担当国際連合事務総長特別代表が 公鉄内市退任を余儀なくされたが、この処分に反発したケニアがアンミスから部隊を撤退させる事態となり、オンディエキ司令官の後任には司令官代理として中国の要長営が任じられた。南スーダン国連平和維持活動に部隊を展開している国は13カ国。日本は2017年5月末をもって部隊派遣任務を終了、国連ヘリ撃墜。 4人死亡イコール国軍5社自衛隊に被害なし南スーダン自治通信社 http コロンスラッシュスラッシュトピックスドット jp msn ドットコムスラッシュアールドスラッシュジェネラルスラッシュアーティクルドット ASPX アーティクリッドイコール158万3632 2012年12月23日閲覧 スーダン全面戦争の恐れ、国連アンポリが、停戦要求。テレビ朝日。http://news.tv-asai.co.jp://1/news/web//html/220413008.html8 h。スーダン大統領が、南の、解放宣言、油田巡り対立深刻化。ロイター。 http://loiter.com アーティクルトップニュースエジテ 83i009-2012419 南スーダン PKO 要員を襲撃12人死亡陸時は無事共同通信2013年4月10日 PKO 部隊襲撃12人死亡南スーダン陸時は無事産経新聞 http://sankei.jpmsn.com <ッ>ワールドニュース 13410mds 13兆410億1万 n1 htm 2013年4月10日閲覧南スーダンで国連基地襲撃 PKO インド兵3人死亡 アフップブニューズ http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュスラッシュスラッシュ30053922013年12月20日閲覧。南スーダン国連 PKO の課題 NHK ハット南スーダン政府 PKO 増員に反対表明。日本経済新聞2017年12月22日閲覧。 南スーダンの国連部隊は、住民の命を守れ。ニュースウィーク、2017年12月22日閲覧。南スーダン PKO の軍事司令官を更迭、首都の戦闘で、民間人守れず、AFP、2016年11月2日、南スーダン国連 PKO の課題、NHK ハット、南スーダン PKO、住民助けず7月の戦闘、 人権団体が、報告書朝日新聞デジタル、南スーダン PKO は、機能不全、ケニアが、国連批判で、舞台撤退ニューズウィークハットケリー。KJ&W フュール、C、UN リプレイシズ、ケニアンコマンダーインサウススーダン、デイリーネーション、3ノーベンバー2016。ありがとうございます。